じゃあこんにちは。さあ、はい、ドラ1の選手たちのここまでまだちょっと取り上げてなかったので、今回の動画ではこれをピックアップしたいと思います、うん、何を撮ったか忘れるぐらい撮ってるからな1日2本出してますからね。まあ出したりとかな、はい、まあ楽しんでもらおうと思って出してるけどね、はい、まあ以前は、はい、現役ドラフト、はい、選手のここまでの活躍を出したんですけど、そう、ドラ1の選手たちのここまでは出てなかったので、はいはい、なるほど、はい、見ていきたいと思います、はい、まずセリーグヤクルト、はい、東芝から吉村投手、はい、まあ、ここまで、まあ、5月15日現在なんですけれども、6試合に登板して2勝1敗、はい、防御率 3.86 と、はい、まあ、1軍でずっと頑張ってます。そうだね、さすがに社会人経験者だな。そうですね、あ、やっぱ素晴らしかったよね、はい、素晴らしかったっていうか素晴らしい、あの素晴らしい春先ちょっと勝てなくて打たれて、で次の登板どうするかなと思ったら、やっぱしっかり修正してるんだよね、はい、で自分の悪いところ、短所長所、まあ、全て分かってるピッチャーだよ、はい、でどうしたらいいかっていうのも分かってるよね。さすがだなと思う。やっぱりその社会人から出てきてる分、やっぱ経験ももうすぐに実践向きのがついてるし、まあそうだね、まあ、それとやっぱプライドも高い。あ、どんなところでそういうの、やっぱこうその一球一球に込められるもの、うん、メッセージというか、はい、まあ、そういうものっていうのは感じ取ることができるしね。で打たれたバッターに対してはより厳しくっていう、そういうところも見られるし、はい、だからやっぱプライドあるんだろうなって思うんですよ。先発ローテーションになってる一人でももうありますからね。まあそうだね、はい、はい、まあ、ゆうたかさん的にはもう100点の出来、まあ、バッツ君の20丸、いやね、これはね、20丸だね。まあ現時点でまだ2勝しかしてないけど、はい、シーズン終わって、まあ、10勝はしてるかなって思わせるピッチャーだよね。2桁、うん、だからこのドラフト1位だけの純粋な新人王だとしたら、はい、取る可能性が強いよね。おお、吉村投手、うん、セ・リーグではね、はいはい、さあ続いて DeNA は大阪桐蔭から松尾選手、はい、松尾選手2軍にいるんですけれども、はい、27試合に出場して2割4分1厘という成績です、はい、バウアーが褒めてたね。いや、松尾のナイスぐらいでグッドキャッチャーだみたいな、はい、まあリップサービスかもわからない。でも松尾もね、うん、最初キャッチャーで即戦力で松川がどうのこうのとかロッテのね、はい、比べられるところはあったけども、うん、松尾のキャッチャーとしてのキャリアがやっぱ少なかったよね、うんうん、それで実際蓋を開けてみるとまだキャッチャーで足りないものがたくさんあり、はい、バッティングはやっぱりいいよね。バッティングはいい、あの非凡なものがあるし、キャッチャーをやってほしいと思うけど、キャッチャーとしてまだ備えなきゃいけないもの、そういうものがまだ足りてないね。うん、うん、だけどこれが足りてくるとやっぱ正捕手にはなってくる。センスがいい、うん、それってどういうところがキャッチャーとしてのセンスなんですか。やっぱりあの洞察力だとかさ、はい、観察力だとか、うん、まあ、そういうことだよね。あとは取ってからの速さだとか、はい、だってオープン戦の時はなんかキャッチングしてから慌ててセカンド投げてたからね、うん、走った時に。そういうのとかも含めてやっぱキャッチャーにまだ慣れてなかったんだよね、うん、それがいきなりプロでキャッチャーでマスクかぶれてたってさ、はい、そりゃ1ランクも2ランクも速いとか、ね、キレがあるとか、そういうピッチャーを受けながらランナーが走った後それを素早く取って投げるって、それはなかなかできないよ高校生では。まあ、そう高校生ですもんね、うん、だけど、まあ、そういうことも分かってたとは思うんだけどもね、うん、でもキャッチャーとしてのセンスもあるし、はい、バッティングが仕上がったらクリーンアップ打てるぐらいのキャッチャーになるんじゃないの。おー、そのぐらいの非凡なものはあると思う。今シーズンは一軍に呼ばれるってことは、まあ、ゆっくりでいい、まあ、慌てなくていい、うん、その本人はゆっくりっていうつもりはないと思うけども、はい、まあ、慌てなくていいよ。もうしっかりしたものを身につけた方がいいよ。でもやっぱセンスがある子って習得も早いんだよね。そうなんです、ね、だから多分大丈夫だと。未来の DeNA の正捕手ということですね、松尾選手は、はい、さあ阪神は中央大学の森下選手、はい、森下な、はい、最初良かったですよな。そうなんですよね。そうだな、なんて言うんだろうな、やっぱこう支えるケースが多い。だから速いボールに対して多少こう弱い部分が見れたな。あ、それはやっぱりその実戦で見ていくうちに。まあまあそうだね、ただ対応力だとか野球に対しての考えが打席でのね、はい、考え方っていうのはすごくいいものがあってね、うん、で右の方向にも意識を持てるし、はい、だから何でもかんでも振り回すっていうことじゃなくてね、うん、まあそのちょっと焦りすぎたな本人がって、ここで6番をもう必死に死守してもうすぐレギュラーにならなきゃいけないとか、うん、なんかそういう焦りがあったのかなっていうような気がするよね。だから結果
神みたいな、はい、本当は慣れなきゃいけないんだけどさ、だけど結果を求めて求めてみたいな、あだからまあ欲しいのは当然だけどね、人間だから、はい、まあ、だけど、まあ、ちょっと慌てたかなっていうような感じがするよね。確かに。で阪神のまた外野手争いっていうのが非常に井上選手もいるし、他にもいるので、あこれはもうなかなか入れないよ。結局そのノイジー選手、近本選手、あと一枠しか来ないところにひしめいてるので、相当結果を出さないとっていうところで、まあまあそれはもちろんそうだよね、焦りとかありますよね、うん、で井上もいるしね。そうなんですよ、うん、山ほどいるから、はい、あのいつぼもいるから、いろいろ。そうです、いつぼ選手もいる、ね、前川もいるんだから、そうです、前川いらないだろうって、そんなに阪神は優秀だよ、本当に優秀。そうですよね、だからその中で正位置をレギュラーで掴むっていうのは、あ大変なことだよ、ね、ただあのドラフト1位ということで期待はされてるからね、はい、だからそれだけチャンスは多くもらえるというふうには思っててもいいけども、はい、何回かのチャンスでしっかりした結果を残さないとね、はい、だん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 こう隅にやられるから、うん、ね、まあ頑張って森下なんか、そうですね、やらないとね、はい、うん、さあ続いて、はい、巨人の浅野選手、高松商業、ね、はい、やっぱり蓋を開けたらやっぱ高校生だったなっていうような体とかね、うん、はい、あれだけの形してるからさ、はい、強いのかなと思ったら、うん、弱くはないんだろうけども、うん、やっぱプロのレベルからするとまだまだね、体幹、あ、まあ、体幹とかもね、うん、多分そうだと思うんだよ、はい、で、まあ、率もね、そうですね、2割2分4厘2分で、ね、はい、1本しかホームラン打ってない、まあ1本打てるってやつ大したもんだけどね、本来はそうなんですけどね、うん、まあ、29試合に2軍でまだ1軍はまだ一度も上がってきてないと、まあ、そうだね、だからまあ秋広がやっぱ3年かかったりだとか、うん、まあいろいろするように少し時間はかかるよね。巨人でやっぱり外野手って掴むっていうのはなかなか、いやどこもそうなんだよ、ね、いや外野手の条件としたら本当に3割をアベレージ的に打って盗塁を争える、そういう小評価、はい、それともやっぱり一発屋かみたいな、どっちかなんですね。いやだから大島が、ね、中日のやっぱり率を取りに行って盗塁をも取ってる、はい、まあ、近本もそうだよね、はい、だああいうタイプになるか、それともその本当に中距離ヒッターで2割8分で打点70とか80とか上げれるような選手になるのか、まあホームランバッターは無理だろうと思うから、そういった選手になるのか、だから中途半端が一番良くないからさ、だからどこを目指すのかね、だから今のうちに決めてそういうバッティングを固めてやっぱ備えておいた方がいい。今はまだそのまだまだ一軍に呼ばれるぐらいまでは行ってないっていう、あまだちょっと時間かかるな、あそこまではジャイアンツは困ってないなんですよ、いるんですもんね、いるいる、そうなんですよ、で萩尾っていうのもいるしさ、あそうです、ね、慶応から、はい、あの子もいいと思うしね、はい、まあ、あの子は2位かドラに、はい、あの子もいいと思うし、だからどちらかというと萩尾の方が先に上がってくるかなっていうの感じはするけど、ね、あ浅野選手よりも、うん、浅野はまだなんつってもまだ10代だ、そうですね、ガラスの10代だぞ古い古いですね、古いかそれ昭和ですよね、まあそうですね、はい、まあでもね上がってくるように下で、はい、今頑張ってほしいですよね、はい、さあ広島は苫小牧中央から斉藤投手、はいはい、現在は2軍でも出場がないという、これはねもうドラフトの時から言ってた、はい、だからあの素材を見込んで、はい、未完の待機というのは分かってると、だからうちでじっくり育てたいと、じゃあもうそういうことなんですね、だからもう将来のエース候補に育てたいんじゃない、あもうだからまあ慌てる必要はない、はい、まあブルペンとかでは投げてるとは思うけど、うん、やっぱ感覚的なものをね失わさないためにもね、はい、故障しない体を作り上げといて、まあ来年あたりからぼちぼちみたいな、うん、今もうしっかり体を作らせてるんじゃない、あそういうことなんですね、そう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 、うん、だから楽しみだよ、でもこのピッチャー、じゃあ来年以降に期待っていうところですね、もちろんもちろんもちろん、やっぱり広島ってやっぱ大瀬良しかり森下しっかり、うん、非常に見本になるピッチャー多いからね、はい、そういったいいものも見せながら、うん、で鍛えながら、うん、やってくるとなんかいいピッチャーが出来上がる感じはするけどね、まあ、広島いいピッチャー多いですからね、はいはいはい、さあ中日は沖縄大学から中地投手、はい、2軍でここまで5試合2勝2敗防御率 4.44 というところで、はい、この前1軍で投げたね、はい、男前やな結構中地投手、もう男前なんかといったら、はい、脇腹がつっちゃったんで2回に そういうことってあるんですか、いや分かんないけど
とよう分からん。大丈夫ですかね。大丈夫の、まあ相当温室育ちだなっていうようなあ、世代的にも、まあでもどういうふうに育てたいのかね、うん、先発では育てたいっていうのは分かってても、はい、どういう特徴のあるピッチャーなのかっていうと、まあスライダーだよね。まっすぐそうだな、特別速いかっていうとそうでもないけども、うん、やっぱスライダーのキレとか、はい、組み立てで勝負していくピッチャーだよね、うんうん。1軍ではもうずっといけるピッチャーなんですか。いやまあ打たれたのが村上だからね、確かに完璧に反対方向に持っていかれたけど、ね、はい、まあ、だけどこの時期にやっぱ首脳陣が上げたくなるぐらいのピッチャーだから、うん、まあ、期待はされてるんだろうね。あ、いいっていうことですね、うん、まあそうだね。ただ2回にもう代打送られたからさ、え、モーリンのみたいな、まあ、その脇腹って、まあ、脇腹だっていう話はしてたけどね、はい、なかなかよくわからないけども、はい、まあ、沖縄でね、うん、初めてのドラフト1位沖縄大学出身者、あ、沖縄大学だ、そうですからはね、はい、それはやっぱ地元の期待もあるだろうしな、うん、まあ、楽しみにしたいと思うけどね。そうですね、うん、さあ続いてパリーグです、はい、オリックスが白鵬大から曽谷投手、はい、3試合で0勝0敗防御率 5.40 ということで、いや面白いピッチャーだよ、うん、カクカクしてカクカクして、止めてバーンと腕を振るタイプなんだよね、はい、あんまりいないタイプなんだけど、うん、理にかなってる投手ではあると思うんだよ、うん、腕を早く振るという意味ではね、はい、だからフォームが特徴的で、まあ、150キロ以上は超えてくるピッチャーだろうなっていうふうには想像できるんだよ。一回見たことあるんだけどさ、はい、ただなかなかオリックスが優勝争いしてるし、これからもしていくと思うしね、はい、あのメンバーの中に入っていけるって相当な実力がないと入っていけないからね。まずそもそも枠がね埋まってるので、だから休んでる子もいるからね、木の木とか、そうですね、まだ肘の手術してね、はい、まだ控えて、いっぱい控えてるから列なしてますからね。でもそこに素材的には見劣りしないぐらいの素質があるピッチャー、おお、だからタイプが違うから、またいろんなタイプが左ピッチャーでね、はい、ま、だから、はい、まあゆくゆくは先発をしてくる可能性が高いと思うけど、はい、田島にちょっと感じは似てるよ。あ、同じオリックスも、うん、でも田島よりもなんかちょっと角度があって、はい、スナップの効いた球が投げてきそうな感じがする。そう、やっぱバッターからすると、うん、どっちがいいとかじゃなくて、うん、合う合わないはあるけどね、打席で当たってて、あ、このピッチャーの方が合うとかあるけども、もう一つ違ったような形のピッチャーだよ。へー、面白いね、はいはい。まあ、でも将来的には、まあ、確実に先発ローテーションの中に入ってくるだろうなっていう感じの、まあ、素材だよ、ね、素材です、はい、うん。さあソフトバンクが誉高校、はい、イヒネ選手内野手で、今2軍でも出場がありません。じっくりいくな、うん、多分いますからね。まあ本当にそうだな、うん、出てきたら今宮がショート守ってるけども、はい、まあ、後釜になるのかなっていうような感じがするよね、うん、再来年あたりぐらい、うん、今年はじっくり体を作らせながら、はい、技術を教えながら、来年ちょっと2軍でデビューさせておいて、うん、で3年目かなみたいな。あ、もう本当計画的、計画的なんだと思うよ。でも魅力のあるバネの効いたね、はい、まあいい選手だよね、うんうん。さあ続いて西武、早稲田大学から蛭間外野手、はい、で2軍で27試合3割5分3厘、そう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 、すごいいいですね。1本打ってます、16打点、出塁率も4割2分1厘、うん、これなんで上げないのかなと思うんだけどね。そうですね、なんでしょう、人数の問題なんですか、1軍登録との。まあもちろんそれもあるだろうけども、結構やっぱこう全日本の時とかいろいろ見たけども、うん、まあ、柔軟に広角に打てるバッターだしね、はい、うん、何かやっぱ足りないところはあるんだろうね。だから走塁が全然ダメとかさ、はい、まあそんなこともないとは思うんだけど、それかもういついつに上げようねというのをもう首脳陣で話し合って決めてるか、まあ、まあそうかもわからんね、うん、まあ上に来てもレギュラーで使えるんだったらそこで使っちゃうけど、でもベンチに置いといて途中出場とか代打ってなるとやっぱ試合感とかね、まだ若いし、うん、なくなるんで、もう2軍でずっと出しとけって、ゲームに、例えば外野に怪我人が出たと、いやもう昼間上げようと、そこに当てはめてずっと試合に使おうって、そういうことを考えてるのかもね。あ、うん、だからこういうタイプってさ、やっぱ代打とか守備固めとか、うん、そういうタイプじゃないんだよね、うん、やっぱレギュラーで使いたいタイプなんだよね、うん、
だからそのためには無駄に上げてベンチに置いとくよりは2軍でもうずっと試合に出しておいた方が、まあ、本人のためにもなるんだよね、うん、だからそこをやっぱ狙ってると思う。そういうことなんですね。そうそうそう。そっか、だからこの成績でも上げない方が、2軍にいた方が彼の今空きがないんじゃないのかな。レギュラーとしてのベンチの空きはこのぐらい打ってれば、うん、いやお前ちょっと昼間と変わるから2軍行ってこいって、はい、言える選手はいると思うんだよ、うん、ただベンチに置いとける選手じゃないという。そういうことなんですね。レギュラーで使いたい選手だから。はい、そっか、うん、まあね、本人はね、上で上がりたいって思う。いや、そりゃそうだよ、ベンチに座っててもいいから、いや、なんだよ、もういいよって、昼間は、みたいな、うん、夜にしてくれよ、みたいな。あ、昼間だけにね。そう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 。さあ、行きましょう、次。はい、楽天は、立教大学の庄司投手、はい、ここまで3試合、0勝1敗なんですが、はい、防御率 3.24、はい、18奪三振と、はい。まあ、三振も結構取れるピッチャーですしね。はい、そうですね。あと、やっぱり変化球の特徴的なのは、縦割りのカーブがいいよ、うん、で若干シュート回転が入って甘く入るケースがあるんだよ、はい、これは危ないなっていうボールなんだけども、でもそれが治ったとしたら完全に勝てるピッチャーだよね。勝っていけるよ。まだ連勝ですけど勝ち投手の権利を持ってベンチで待ってた時も、はい、同点に追いつかれて泣きそうな顔してたけど、そういう時もあったよ、うんうん、だから近いうちにはやっぱ勝つだろうなと思うんだよね。じゃあもう遠くないところで1勝できるというところですね。そうだね。ただね、ちょっとまとまりすぎてる。もうちょっと荒っぽさがあってもいい。そこまとまってるとはまった時に打たれ出しちゃうってことですもんね。だからもう少し散らしてもいいかなっていう、ね、うん、まあ、そのぐらい完成度の高いピッチャーだっていうことだよね、はい、期待大です、はい、さあロッテは専修大学の菊池投手、はい、で現在2軍3試合登板して2勝1敗防御率 4.24 17奪三振、うん、まあ、どうなんだろうね、まあ、力強いピッチャーだよね、うんうん、ただどういう風な使い方をするかだよね。使い方、うん、ロッテもピッチャー結構いるから、まあ、そうですね、うん、だから相当な力を蓄えないと、うん、まあ、なかなか上にも来れないだろうし、まあ、吉井監督は今年中にどっかで試すとは思うけどね。ああ、そういう感じなんですね、うん、試すとは思うけど、はい、それが先発なのか中継ぎなのか、はい、まあ、そこら辺はちょっとわからないけどもね、うん、まあ、だけどポテンシャルの高いピッチャーだよね、このピッチャーは、うん、パワー系の、はい、うん、さあ最後です、はい、日本ハムは日体大から矢澤選手、はい、まあ、ここまで22試合に出場していて2割3厘、はい、で1本ホームランも打ってます。4打点伸びしろあるからね。そうですね自分で言ってるからね。最初は結構出てたんですけどね、ずっとレギュラーで出てたんですけど、まあ使われたり使われなかったりだとか、まあいろいろするところもありながら、ピッチャーを一位争うのかなっていう。確か練習はしてないんですか、ね、いやしてると思うですか。で、あのままやっぱり野手でも守備ついてるからね、だからあそこで肩を使ってていいのかなみたいな。ライトに入って矢沢のレーザービームとか言って実況言ってるけど、いやいやそんな肩じゃなくて、そんなんで使いたくない肩なんだ。ピッチャーで使いたい、ピッチャーも見てみたい肩だから、レーザービーム投げさせてていいのかなっていうね。そうですね、でこの前なんかフェンス激突しとったぞ。大丈夫ですか。いや大丈夫ですかっていうよりも、本人はどうしたいのかなっていうさ。もちろんその二刀流でっていうところは崩れてはないんですよね、まあ、多分、うん、まああれだけの首脳陣がいてね、投げさせてないっていうことは、ただピッチャーとしての完成度は低いということなのかなっていうふうに思ってるんだけどね、はい、でもやらしてみないとわからない部分もあるからさ。そうですよね。どうするんだろうなと思って。確かにこれ野手に今年は専念ってなってしまうと、ピッチャーの感覚っていうのをどっか行っちゃったりとかしないんですかね、自分の中で。まあなくなるっていうことはなくても鈍くなるってことはあるよな、はい、だから今シーズンは二刀流やらせないかもわかんないね。でも今年やらせなかったらもう終わっちゃうと思うんだけどね、ピッチャーとして。そうです。大谷選手の時ってどうだったんですか。いや大谷はうまくやってたと。もう最初から両方、うん、もちろん併用だった。いやあれはね、うん、いやどうねんでとか思ってみんな生見たらこれは絶対やらせた方がいいと思ったもん。あ、やっぱりそうなんです、ね、やっぱ抜けてたもん。そうなんですね。ああ、ただもう全然違う。あ、これはもう絶対やらせた方がいいと。ということは矢澤選手もやっぱりもう同時並行でやってた方がいいはいいんですかね、二刀流で行くんだったら。まあ、例えばその大谷みたいに投げないときは DH で使えるかっていうと、 DH じゃまだ物足りないわけよね。そうですね。じゃあ守備をつけよみたいな、うん、
そういう感じも、だから精一杯のことは多分考えながらやらせていると思うんだけども、やっぱこうファンっていうのはピッチャーいつ投げるんだとか、まあ、そういう楽しみは持ってるよね。だからまあ楽しみを秘めてる選手であることは間違いない。ただやっぱ彼の能力からしたら、まあこの2割飛んで3人、ね、1本塁打4打点、まあ、出塁率2割7分8厘はちょっと低いかなと思う。だからここら辺でやっぱピッチャーのこともやりながら野手もやってるから、ちょっとおろそかになってる部分もあるのかなとか、まあいろいろ想像するよね。そうですよね。だから彼が一番輝くにはどうしたらいいのかなっていうのはね、しっかりちょっと考えてほしいなと思うけどね。そうですね、はい、さあドラフト1位選手の現在の立ち位置というか成績を見ていきましたけれども、まあ、今ねまだ2軍にいる選手もここからもし上がってきたりとか、まあ、打ち出したりとか抑え出したりとか出てくるといいですよね。まあでもね、ドラフト1位だけ今こすってるけど、はい、2位とか3位でもいいのいるよお前。確かにそうですね、ルーキー怒られるぞお前1位だけ違えんだよ。確かに、いやいいぞ、ほんといいぞ。ストロング門脇選手もいますし、あの守備は金取れるなーサードですごいですね。すごかったな、はい、さすがストロングって原監督が言うだけありますよねストロングだから守備がうまいんじゃない、あれ体が強いからストロングだからね。あ、そうですよね休まなかったというまあ、だからいい選手がたくさんいるよね。まあ、今日はだからドラフト1位の選手に特化しちゃいましたけど、はい、いつかの動画で今年のルーキーたちで頑張ってる選手っていうのも取り上げたいですね。だからこの選手を取り上げてくださいよってコメント欄にあるんだけど ね、 ねいつぼ選手みたいに阪神の、はい、またねいいんだけどねまたいつぼ選手はねあのすごいな、やっぱ人気あるんだね、はい、人気ありますね。なのでそういう選手たちをねちょっと取り上げて、ね、まあ、ピックアップしていきたいよな。はい、はい。